はい、ってことで、来ましたね。皆さん、見てください、日付を。そうなんですよ。12月21日月曜日ということで、皆さん、この日が何の日かご存知ですか？そうなんですよ。冬至なんですよね。冬至、冬至、冬至っていうことで、まあ、この冬至なんだけど、実はね、とび森時代にはちょっとしたプチイベントがございまして、で、もしかすると、あつ森でもプチイベントがあるんじゃないかなと思って、まあ実際にちょっと時間変更して、まあ12月21日月曜日に設定させていただいたんですが、まあ見た感じ特にイベントは行われてないよね。悲しいことに。で、さっきね、ちょっとしずえさんのアナウンスも聞いてたんだけど、まあいつもと同じでしたね。今日は冬至ですねとか言ってくれるかなと思ったんだけど、まあそういった特別の会話もありませんでした。いやー悲しいな。まあ、夏至の時もそうだったんだけど、まあ、密かに期待してたんですよ。もしかするとね、何かあるんじゃないかなとか、ね、あとは島に変化も起こるんじゃないかなと思ってたんだけど、まあ、特に何もね、なかったということで、ちょっと悲しい結果に終わってしまいました。で、冬至になるとどういうことが起こるかというと、冬至ってね、一年の中で一番ね、夜が長い日なんですよ。そうそうそう。動物の森の世界ではですね、昼間でも真っ暗なんですよ。まあ一日中真っ暗っていう言い方が正しいのか。まあそういった日なんですけど、まあ今回ね見てもらったらわかるんだけど、もうめちゃくちゃ明るいですね。もうめっちゃ明るいんだけど。まあそういったところで、まあ冬至はなさそうですねというお話です。で、ちょっとね、案内所の方に行ってみましょうか。で、案内所の中に入ってきたんだけど、お、しずえさん、めちゃくちゃ眠たそうだね。で、一応ね、しずえさんと会話していきたいと思います。もしかすると特別な会話をね、聞けるかもしれないんで。あら、じゃあ、じくさんおはようございます。本日はどのようなご相談でしょうか？うわ、マジか。ってことで、まあ、確定しましたね、これで。まあ、冬至の特別な会話は存在しないということと、冬至自体がまあ存在しないということ。いやー。密かにね、なんか入ってるんじゃねえかなとか思ってたんだけど何もなかったか。ってことで、せっかくなんで今からですね、ちょっと飛び森の冬至ってどういうものなのか。まあ厳密にはどういったものだったのかっていうところをね、見ていければなと思いますね。はい。いや、だけどね、飛び森時代の冬至、めちゃくちゃ幻想的よ。まあどう幻想的かというところ、今からね、ちょっと飛び森のゲームを起動して飛び森やるので、もしよければそちらね、体験していただければと思います。っていうことで一旦お疲れ様でした。最後にですね、チャンネル登録もぜひぜひしていただければ幸いです。では、飛び森の方にどうぞ。はい、ということでやっていきましょうか。お待たせしました。あ、そうだ、社畜村長。ご存知でした？今日は一年で一番日が短い日。冬至ですよ。そうなんですよ。今日はね、冬至のイベントをやっていきたいと思います。ジャジョーゴ村でも今日はなんと昼間から真っ暗な極夜が体験できますよということで、そう、この極夜なんだけどめちゃくちゃ幻想的だから、ぜひね、皆さん楽しんでいってください。そう、本当にね、これすごいから。はい、ってことで、飛び森を代表するね、超特大イベント、冬至。やっていきたいと思います。長い夜を楽しんでいただくためのささやかなグッズも用意しましたので、後で取りにいらしてくださいね。はい、ってことでやっていきましょうかね。いやー、すげーぞ、ほんと。で、今ですね、うおー、震えてる。で、ちょっと待ってね。ちょっとサンタの姿なんですけど、ちょっとこれをね、まずは着替えていきたい。で、皆さん見てください。今ですね、朝の10時なんですけど、今日はね、冬至ということで、一日中夜なんですよ。ほら、星空が綺麗すぎるっていう、やばすぎるね。はい。ってことで、冬至やっていきたいと思います。やばいな。え、見て見て、もうすぐ昼間なのに、この星よ。いやー、最高すぎるね、冬至。で、なんとね、フクロウもいるんですよね。いやー、今日はね、特別な日ですよ。で、今からですね、広場の方に向かいたいと思います。で、なんで広場に行きたいかというとですね、そうなんですよ。しずえさんが今日もね、なんと出張しに来てくれているんですよ。いつもね、役場に閉じ込められているわけなんだけど、
こういうイベントの日はね、なんとなんとなんと、なんとね、こういうイベントの日は外に出て、ここでお出迎えしてくれるわけなんですよ。いやー、だけどそれにしても寒そうだな、静江さん。大丈夫か？なんかめちゃくちゃ寒そうじゃない？はい。村長、今日は冬至ですよ。冬至のグッズを用意しておりますので、良ければいかがですか？っていうことで、そうなんですよね。冬至限定のグッズもこのような形でもらうことができます。で、具体的に何をもらったかというと、スティックライトなんですよ。で、このスティックライトなんだけど、こちら限定ですね。青いスティックライト。今日はずっと暗いですから、きっと役に立つと思いますよ。ってことで、せっかくやからちょっとこれね、持っていこうか。どうこれ？幻想的じゃない？見てこれ。いいでしょこれ。スティックライト。綺麗すぎない？あー、ちょっと間違えた。くそ、マイデザイン消しちゃったわ。で、こちらにはですね、このイベントでしか登場しない、顔出し看板が登場しております。で、この顔出し看板の使い方なんだけど、まあ、すごくね、シンプルだと思うんですよ。はい。こうやってね、顔をはめて、よいしょと、するだけなんですけど、ね。まあ、こういったものもね、置かれてるだけ、まあ、つもりとはね、ちょっと違うところがあると思うので。村長、今日の社長小村はいつもと違った雰囲気ですね。まあ、雰囲気っていうか、それはね、もう真っ暗ですから。ね。で、あとですね、空にはオーロラが現れて幻想的な空間がね、広がる時もあるんですよ、これ。そう、今日はね、見た感じだとオーロラはかかってなさそうやな。いやー、残念すぎる。マジかよ。そう、空にね、オーロラが現れる時があるんだけど、今日はね、現れてませんね。で、そのオーロラがね、冬至の最大の特徴。うん。めちゃくちゃ見応えがすごいからね。だからね、今日ね、見れたらいいなと思ってたんだけど、オーロラかかってねえなぁ。くそ。まあそこに関しては仕方ないか。はい。まあそういった感じで、こちらが冬至になりますね。はい。いや、だけどさ、星空綺麗すぎないか。まあ、つもりではね、こちらのイベントあるのかわからないんですが、ただこういったね、プチイベントも、ね、もしあつ森でやってくれるんであればすごく嬉しいんだけど、どうなんだろう。まあ、今回ね、冬のアップデートで、サンクスギビングデーとクリスマスが追加されることを決定したと思うんですよ。ね。まあ、そこに関してはね、すごく嬉しいんだけど、まあ、こうやってね、飛び盛り時代にあった、ね、冬至みたいなプチイベントが、ね、ことごとく削減されてしまっているから、ちょっとね、こういったイベントどうなるのかなっていうのが、ちょっと気になってるところですね。ちなみに、夏至の時も、まあ、少しね、期待してたんですが、夏至の時はね、こういったイベント存在しませんでしたね、あつ森では。まあ、もちろんね、飛び盛りでは存在したんだけど、あつ森では存在しないみたいな感じかな。うん。まあそこに関しては仕方ないのかなってことで、ちょっとせっかくだから、カフェに寄りましょうか。で、あとさ、ちょっとまた話が変わっちゃうんだけど、こちら、キッス・ハトノスになります。で、なんか噂によるとさ、キッス・ハトノスも、アップデで追加されるんじゃないかっていうことが言われてたんだけど、結局ですね、今のところまだ追加はされてませんね。もしかすると今後のアップデートで追加されるかもしれないけど、ただ現状では、まあ、このような形で、はい。飛び盛りにしか存在してない状況ですね。はい。ということで、あつ森しかやったことがない人のために今からね、コーヒーを飲んでいきたいと思います。まあ、キッス・ハトノスが具体的にどういったところなのかっていうのをね、はい。まあ、体験していただければと思いますね。で、マスターがね、こうやって、コーヒーいかがです？一杯200ベルですけど、っていうことで喋りかけてくれるんですよ。で、200ベルってすごく安いよね。ちなみにこれテイクアウトすることもできますよ。かしこまりました。ってことで、お金渡していきましょうか。かしこまりました。さあ、こういった形でね、マスターが、コーヒーを入れてくれるんですよ。いやー、嬉しいね。はい。ってことで、OK。熱々ですね。いいかも。さあ、飲んでいきましょう。どうぞ。入れたての熱いやつをどうぞ。で、いただきます。で、あとね、ちょっと補足になるんだけど、ここのカフェにはですね、住民が来たりとか、あとは固定キャラが来たりとかするんですよ。例えば、リセットさんとか、そうそうそう。リセットさんがこのカフェに来ていて、で、あと裏話をね、聞くこととかできたりとか、ここでしか発生しない会話がね、複数あるので、そう、それをね、見るのも一つの楽しみなんですよ。はい。ってことで、そんな感じですね。
あとはこのキッズハトノス、実はバイトすることができるんですよ。まあ、今日はね、バイトする予定じゃないんですけど、実はね、バイトすることもできるからな、このゲーム。なんか今思うとさ、飛び盛りってめちゃくちゃボリュームあったよね。そう。ね、振り返ってみると、厚盛りではね、できないことがたくさんできるからさ、そういった意味だとね、すごく面白いなと思いましたね。はい、ということで、まあ、当時のイベントはこんな感じでございます。まあ、雰囲気だけでもね、味わってもらえればなと思いますね。おそらく、厚盛りで、まあ、体験できる可能性って極めて低いと思うので、まあ、ね、ああ、こんなもんなんだなって思っていただければと思いますね。うん。まあ、正直言ってね、まあ、当時のイベントって、やることってあんまりないんですよ。うん。まあ、静江さんに喋りかけて、まあ、こういった限定アイテムをもらうことぐらいしかやることないんだけど、やっぱり何よりさ、イベントって特別じゃないですか。非日常的というか、なんというか、ね。やっぱイベントってだけでテンション上がるよね。で、あとさ、今日はね、オーロラがかかってないんだけど、オーロラはね、もう本当に綺麗だから、確か僕の昔の飛び盛りの動画で上げていたと思うので、気になる方はね、そちらの方を見ていただければと思いますね。いや、マジでね、当時のオーロラ超綺麗よ。はい。ってことで、まあ、そんな感じでございます。で、最後にですね、もしよければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも熱盛り動画、また牧場物語の動画、で、たまにこうやってね、投稿する飛び盛りの動画も見ていただければすごく嬉しいですね。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。